おはようございます。今日はすみません、いつものキングブラザーズこんにちは、キングブラザーズ大好き大好き愛ちゃんです。はい、今日もお昼1時になろうとしてて1時になろうとしてます。この下にはちゃんとユニクロヒートテックも着て、ソックスもヒートテックです。お天気が今日はいいなと、今日は天気がよろしい、あったかいと思って見たらマイナス7度、一桁です。やっと朝起きた時はマイナス11度だったかな、10度とか11度とかで、いや寒い寒いと、ま、慣れましたけど寒いなと思って、でも天気良くなってきたじゃん、お日様出てるじゃんと思って見たらマイナス7度なんかこう不思議な感じ、マイナス7度、あったかいじゃん、あったかいじゃんって思えるようになりました。すっかり慣れました。で、M1 中でしょ、今 M1 中でしょ、 M1 みんな見てるんでしょ、見てないわけがないでしょ。もうね、私ね、今は止まったけどね、さっきまでも鼻血が止まんなくって、なんだろう、なんでこんな興奮してんのっていうぐらい、鼻血が止まらない上に、ミクシーでね、みんながね、花壇の家族とかね、てるりちゃんがね、笑い飯で泣けたっていうから、何があったのと思ったら、しんすけが100点出したって言うじゃん。もうね、それ聞いて私鼻血はまだ止まらないわ、もう涙ダクダクになるわで、うわ、もうね、なんかもうね、しんすけが100点つけてるから今暫定1位とかじゃないのかどうかは全然、それがこっちでは何にも分かんないわけよね。あれ結局合計得点で見るわけだから、だから今あの人がどこのポジションにいるか私は全然知らなくて、あとはなんだ、ノンスタイルが敗者復活から行ったとか、モンスターエンジンが敗退しちゃったとか、それぐらいの情報しか私のところには伝わってなくて、あとマナカナちゃんは今年は来てると、去年マナカナどうした、いないぞって言ったらなんか忙しいんじゃないですかみたいなことで言われて、ああはははと、去年はその回矢口真理ちゃんがすんごい私以上に笑ってるの方が気になってしょうがなかったんですけど、今年皆さんが私に事前に今年マナカナちゃん来てるよって教えてくれて、私全然マナカナビーキでもなんでもないし、ただまあ M1 の客席にマナカナちゃんがいないのは不思議だなと思ったんですけどね。であとまだ始まって1時間ちょっとぐらいでしょ。いやもうなんだろうな、もう気になるもうね、うち帰ってからでないと見れないのは分かってるんだけど、気になる結果を分かってしまうのは悔しいけども、でもほらもうさ、私前さ、テンパルズのツアーファイナルで渋谷にいた時が M1 の日だったんだけど、それフットボールアワーが優勝した年だったのね。でブンのアミちゃんと一緒だったんだけど、ミクシーニュースにね、今年の優勝フットボールアワー M1 勝者フットボールアワーって出ちゃったから、アミちゃんがね、弟さんとかにもね、絶対結果とかは言わないでねって、後から自分で見るか言わないでねって言ってたのに、まあ、だから友達ミクシーニュースじゃないや、友達がメールで言ってきたんだって。それもあんま普段連絡し合ってない友達から連絡が来て、殺そうと思いましたよとか言ってあの時なんかね、気持ちわかる、誰が優勝したかね、出来ではね、知らないで済むまま、知らないまま M1 見たいの、打ち返ってから。まあでも、もうこんだけのことなしたら、そりゃニュース朝日新聞 .com にも、朝日 .com かにも載るだろうし、もうそりゃミクシーニュースバーンと出るだろうし、まいったなー。
ってしょうがない。ね、お今ね1時ぐらいだからね、もうご飯お腹空いてんのよ、ご飯買いに行きたいんだけど、もう興奮してどうにもない、なんか何も手がつけらんない、そこまでってこともないんだけど、なんで、いやみんなが興奮してるとこっちまで興奮するよそりゃ、だって楽しいんだもん M1。 いやこの先ね、毎年こんな気持ちでね、このいわゆる 私にとってはって言ったら変だけど、別に私が何芸人さんじゃないか、私は芸人さんでもなんでもなくて、ただのあのね、こう笑うのが好きなだけな人だからあれだけど、こんな大事な日に日本にいないっていうことはいかに辛いことかということを感じました。紅白はね、ほらNHK ワールドがあるから見れるのよ。ただ時差の関係上、こう皆さんがね、こうまあね、まあ最後和田アッコちゃんとか、アッコちゃん、アッコさん、アッコさんとかさ、北島サブちゃんとかが祭りとかでさ、うわーって盛り上がって、で最後みんなでこうなんだろう、まあ、もしかしたらまだ歌ってんのかな、あのし、なんかね、あのほら牧原なんちゃらとスマップのなんちゃらの世界で一番なんちゃらってやつあんちゃら歌、あれ歌ったりとかさ、最後みんなで、であと蛍の光歌って、行く年来る年でゴーンゴーンとかやって、で明けましておめでとうございますとか言ってても、それでその時点ではまだうちんとこは夕方4時とかだったりするわけで、年越した感が多分ないかもしれない。でも実況はするよ、もちろん紅白ライフワークだもん。今年の紅白ね、まあね、あのレミオなんちゃらのね、粉雪はまあまあありがとう、あれで殴りと、だって他の曲知らないしね、でもうレミオなんちゃらさんには本当粉雪歌ってくれてありがとうですよ。あとはジェロがね、曲がないのだろうね、去年と同じ歌を歌うのはちょっと残念だなと思って、私ね去年ねジェロ見て泣いちゃったんだよね、本当に泣いちゃってさ、うわジェロ泣けるあれ思って、すごい泣きながら見てたんだけど、今年はでも何が不満って言ったらね、前川清が出てないよね。彼は本当紅白ではすごい必要なサブキャラクターだと思うんで、前川清がいないのは痛い。彼は絶対どん曲がもうね、チョイスする曲がね、そして神戸か長崎か東京砂漠の3曲しかないにしても、でも出すべきだと思う。あと鳥羽一郎もう絶対もう大晦日には必要な人だと思う。小袋とかいらないし、あとなんかもういいよ、なんか興味がごめん、私が興味ないだけだけど、なんちゃら綾香とか、なんちゃらなんかアンジェラなんちゃらとか、アンジェラ秋、アガリタ秋、アンジェラ秋、もういい、そんなのとかいらない、もうだからもう白組の枠増やしてさ、いや白組の枠増やしたらよくないよ、アンジェラなんちゃらとか、なんかもう綾香なんちゃらとかいらないから、藤あや子戻して、藤あや子のお着物をね年末見て、この着物高いんだろうなとか、彼女のネイルアートのこう綺麗さを見て、美人な演歌歌手は得だなとね。もう私藤あや子のね紅白での衣装がどんだけ楽しみか、毎年あれが楽しみだから、川中美幸出してもしょうがないでしょ、だって別に楽しくないもん、衣装とかちょっとしゃくれちゃってるし、ま、中村みっちゃんは特別枠だから、あの人は河内男節枠だから、もうみっちゃん枠だから、あれはね、あともう水森かおりさんもしょうがない、あれはもう親父枠だから、北島ファミリー枠だから外せないの分かってるけど、だけど藤あや子を外しちゃダメだよ、藤あや子と前川清を外しちゃダメ。あとは今年は残念ながら布施明がマイウェイを歌うっていうのがちょっとね、これもしょうがない、去年一昨年もう2年連続で君バラを歌っ